精錬株式会社は、東京都港区と福井県福井市に本社を置く日本の繊維メーカーである。各種繊維品の染色加工、各種繊維製品の規格製造販売を中心に、同製品の輸出入、電子制御機器、電子部品の設計製造及び、販売、倉庫業などを手掛ける。近年では多品種、小ロット生産の傾向に合わせ、 同社が独自に開発した企画から製造、販売まで一貫して行うデジタルプロダクションシステム、ビスコテックスにより、従来のファッション医療分野から自動車内装資材や土木建築資材、エレクトロニクス資材などにも分野を拡大している。社名の由来は創業当時の事業である精錬から、染色などの生地加工が中心であったが、金棒の繊維事業を継承して、 キロバイト製錬を設立し、原子製造にも参入している。AB1677 万色の生地を1メートルから超多品種少量を可能にした、染色技術、ディスコテックス製錬、湯川ゆ孝一、牧田博之、ダイヤモンドオンライン、2019年3月17日閲覧、グローバルニッチトップ企業100選に選ばれました。 セイレン、https コロンスラッシュスラッシュ www. セイレン .com スラッシュニューススラッシュ20145812019年3月17日閲覧実は福井の技セイレ株式会社福井県産業労働部2019年3月17日閲覧グローバルニッチトップ企業100選選定企業一覧経済産業省 2019年3月17日へ閲覧。セーレンがハンガリーに新会社設立自動車内装材を製造 EU に初の生産拠点。福井新聞。2021年4月17日へ閲覧。ありがとうございます。